こんにちは、ショッタです。今回もですね、ウォルフ波動の解説をしていきたいと思います。で、今現在表示させているこちらのチャートは、5ドル米ドルの15分足になります。5ドル米ドルの15分足を表示させております。で、今回解説するウォルフ波動のポイントがですね、この区間になります。ここの区間で、ウォルフ波動が出現しているので、ちょっとここのね、解説をしていきたいと思います。で、まず1点目なんですけども、1点目がですね、ここの安値ですね。ここが1点目。続いて2点目がここの高値ですね。で、3点目がここの安値。で、4点目がここの高値。5点目がここの安値ですね。1点目。2点目、で3点目、4点目、で5点目となります。で、ラインを引いていきますと、1、3、5ラインがこのように引けますね。で、2、4ラインがですね、2、4ラインがこうですね。まあ、この2、4ラインをまあブレイクしてきた、まあ、こういうところでまあ買いエントリーしてやるのが望ましいですね。で、1、4ラインですね。1、4ラインが、こうですね。1、4ライン。このようにまあ引けます。で、まあ、この1、4ラインにまあタッチしたところで、まあ、利益確定するっていうのが、まあ、望ましいですね。で、今回ですね、この1、4ラインを、軽々とね、まあ、こう、上にこう、ブレイクしてしまったわけですけども、で、その後、まあ、この次のこの陰線でですね、この陰線で、ここでまあリテストがね、綺麗にかかっているのが分かりますよね。で、ここで、まあ買いエントリー、もう一回買いエントリーするのはですね、望ましいですね。で、ここで買いエントリーして、次に利益確定するポイントなんですけども、その時に役に立つのが、実は、このウォルフ波動のすぐ隣に、ここでもウォルフ波動が作られているのが、分かりますよね。実際に、ちょっとそれぞれカウントしていくんですが、ちょっと一旦全部消しますね。一旦全部消して、次はね、こっちのウォルフ波動の解説に移ります。こっち。こっちの1、4ラインというのがですね、利益確定にすごい役立つんですね、今度は。というわけで、それぞれカウントしていきますが、まず1点目がですね、ここの安値。これですね。もうちょっと上かな。こうですね。これが1点目。で、2点目がここですね。ここの高値。で、3点目がここの安値。で、4点目が、ここの高値。で、5点目が、ここの安値ですね。で、実際ですね、それぞれまあライン引いていくと、1、3、5ラインというのがですね、このように引けます。で、まあ、5点目がね、まあ、タッチしてないんですけども、まあ、よしとしましょうって感じの領域ですね。これぐらいの誤差は、まあ、全然許容範囲なわけですね。で、2、4ラインがですね、このように引けます。2、4ラインですね。で、今回必要なのはですね、1、4ラインだけなんで、まあ、1、4ラインがまあこのように引けます。こうですね。1点目と4点目。これが、利益確定にすごい役に立つわけですね。でも実際もここですね。もう見事に、もう綺麗にこう天井で、まあタッチしてるんで、まあ利益確定って感じですね。まあ厳密に言うと若干タッチしてないんですけど、まあほぼタッチしているようなもんなんで、ここら辺に来たらもう利益確定できるって感じですね。で、先ほどのウォルフ波動の1、4ラインというのが、このように引いていましたよね。このように。1、4ラインね。先ほどのここの区間のウォルフ波動の1、4ラインがこうでしたよね。で、この1、4ラインを、まあ、ここで軽々と上にブレイクして、で、この陰線で、まあ、リテストかかってるんで、ここで、もう一回買いエントリーするのが望ましいと先ほど言いましたよね。で、ここで買いエントリーして、で、次にですね、利益確定するポイントというのが、今度はここのウォルフ波動の1、4ラインに
タッチしたところ、ここですね。ここで決済するって感じですね。だから、ものすごい、綺麗にラインが意識されているのがですね、わかりますよね。まあ、ここも、まあ、この1、4、こっちの1、4ラインね、まあ、この要線で軽々、まあ、上に突破してますけど、リテストしたポイントっていうのが綺麗に、実体レベルで、ここがね、意識されているのがわかりますし、で、こっちのオルカードの1、4ラインというのも、この利益確定するこのポイントで綺麗に1、4ラインが、意識されているのがね、わかりますよね。ここからこのように下落しているわけですからね。だからまあこのようにですね、ウォルカドは本当にめちゃめちゃ、強力というか、まあラインがこうバシバシ決まってくれるって感じですね、このように。うん、なのでまあぜひ、まあウォルカドはですね、覚えておいて本当に損はないというか、損が一つもないどころかもう得しかないんでね、ぜひウォルカドは、きっちり、マスターしてほしいなと思います。で、もっともっとですね、役立つ、トレードノウハウやトレード手法、そしてトレードロジックなど、いろいろ学びたいという方はですね、ぜひ僕の FX 教材をですね、ご参考いただけたらと思います。この動画の下に、この動画の下の概要欄にですね、僕の FX 教材の、リンクをですね、貼っておきますんで、そちらからですね、DL マーケットの方にアクセスしていただいて、詳細を、いろいろとお確かめいただけたらなと思います。で、また僕は LINE アットもやってますんで、LINE アットのリンクもですね、この動画の下の概要欄に、同じく載せてますんで、よければ友達追加していただけると嬉しいです。無料プレゼントもね、お渡ししてますんで。はい、以上になります。ありがとうございました。翔太でした。